ムータスイムはアッパース町の第八代カリフ。第五代カリフで同王朝の最盛期を築き上げたハールーヌアイコールラシードの八男。母はジョドレーの周りだ。カリフに即位する前はアナトリアの軍総司令官やエジプト総督などを歴任した。兄で第七代カリフであったマームーンの死後兄の子を抑えてカリフとして即位した。 即位後は、軍事面に力を注いだ。まず、この頃になると、アッパース町の衰退が始まり、イラクなど各地で反乱が相次いでいたが、ムータスイムはこれを徹底的に鎮圧した。837年、アゼルバイジャンで起こったバーバークの反乱も、ハイカの将軍、アルアフシーン、ハイザールの尽力のもと、鎮圧している。そして翌838年には、 申請し、東ローマ皇帝、テオフィロス率いる東ローマ帝国軍を破って、アンカラとアンムーリアを奪取した。この功績から、詩人のアブータンマームから、偉大なる、ガーズイと絶賛されている。しかし晩年の841年、覆面の男と呼ばれたアブーハルブラによる反乱が、パレスチナやダマスカスなど各地で発生するなど、カリフの統制力弱体化は明らかであり、 アッパース町の衰退はさらに促進していったのである。内政面においては、ムータスイムは836年に東王バグダードからサーマラーに移した。これは、古害のマムルークをバグダード市民との迫害から守ろうとしたためであると言われている。しかし、これを契機として、ムータスイム以後の歴代カリフが次第にマムルークを頼るようになり、その経緯から、 カリフの脅しを借りて、マムルークが横暴を振るうことが多くなってしまったことも、カリフの権威低下と王朝衰退を招く一因となってしまった。842年に49歳で死去。ムータスイムの死後、王朝はさらに衰退してゆくこととなった。ありがとうございます。